のが、まあ、これだと、多分1万円で出せる。まあ一応そういうものがやってる。結構思いのものですね、これは。いや、まあ、ほとんどの重さがこのドローンの重さだけです。影響を受けないで自分を勝手に飛行するっていう。どこにこうぶつかっても転がってもこれ自体はこう安定しているので。ここに書いてありますが、上空分解の粉末中性子解説装置ですね。でこれは実際に加速したビームを水面に当てて中性子を発生させて、その薄膜作成装置っていうのを私たちが作ってるんですけれども、そのスパッタリングという手法を使った薄膜を作るためのソースを展示しております。でこれ何に使うかというと、半導体ですとか、まあ、そういったあるいはセンサーですとか、そういったものに使うための薄膜なんですね。でいろんな種類があるんですが、特に今日持ってきたものは小型のもの、これから、まあ、大型のものでなく小型のものも非常に重要になってくる。実際に私たちのできることをお話をして、で先生方の実際お使いになる研究者がどこまで必要するかということを話し合いができれば一番いいんですね。